はいどうも、ショーティービーです。よろしくお願いします。というわけで本日はですね、僕ね、肩痛がやっぱ治らないので、今回はですね、インスタライブに来てくださってお誘いいただいたボディケアスタジオ神指さんに今回は来てね、治療を受けたいと思います。もう超楽しみにしたんで、行ってきます。今回お邪魔したのは、東京都港区東麻布にあります、ボディケアスタジオ神指さんです。東京の西都心部にあるということで、営業時間は10時から22時。サラリーマンにも優しい営業時間。効果、神指の技術は即効性のある手技。岩田流特殊手技で、筋肉や関節の動きを本来の正常な動きに戻す効果があります。信頼。一流プロ野球選手をはじめ、数々の有名アスリートの期待と要望に応えてきた実績と信頼があります。そして、アフターケアも充実。来店時はもちろん、プライベートで送られた動画の動きもチェックしてくれます。で、今回は、中島圭次郎さん、ピートベアーズ、取材行ってたんですけど、ピッチャーで、所属されてまして、引退をされて、神指さんに、入って、お仕事されてということで、ご縁がありまして、今回は来させていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ここは、去年入って1年経ちましたね。今年2年目なんですか。2年目なんです。師匠の方とか本当すごい技術をお持ちということで、そうですね、実際僕はまだ体験したことはあるんですけど、実際どのようなマッサージ方法とかはちょっと分かってないんですけど、普通のマッサージからちょっと特殊で、指圧なんですけど、クリームを使って、これちょっとクリームを使ってで、こう指圧をかけながら滑らして押していくっていう感じで、ちょっとこう普通のマッサージに比べたらちょっと痛いかもしれないですけど、マロさんが言ってましたね筋肉の深層部を狙って、普通の施術に比べると即効性はあると思うんで。なるほどですね、はい、師匠とかベテランの方々の岩田さん、岩田師匠ですよね、岩田さんいらっしゃいまして、店長の篠原、僕の兄弟子の神谷さん、あと女性スタッフで佐藤さんがこちらの麻布の方に。そうそうそう、今度麻布来ちゃってちょっと初麻布なんでちょっと道迷ったんですけど結構プロ野球選手とかもいらっしゃるんです。そうですね、結構ヤクルトの選手が多いですけど、いろんな球団の選手も結構最近増えてきます。僕は肩がもともとやっぱ肩痛でピッチャーだったんですけど、肩痛でどうしてもこう投げる瞬間のここでうってなるのがありまして、中2ヶ月とか中3ヶ月開けると2イニングぐらいはガチでいけるんですよ。それを去年の年末ちょっと12ヶ月ぐらい開けて、ドドマリンの試合があったんで、そこで投げて135出したんだって。その11月27から一切本気で投げれてないっていう。もう痛いですか。痛いですよね。なるほど。近い距離は投げれるんですよ、ピッて。前側最近なんかもう前がメインですけど、最近後ろもたまに来るようになって。ああ、なるほどなるほど。やっぱ深層部っていうんですか、中やっぱ来てて、やっぱピッチャーってやっぱ投げたいじゃないですか。まあそうですね、投げたがりな部分があるんで、ちょっと目立ちたがりな部分もあるんですけどやっぱ動画回してる以上やっぱそういうところも見せたいと思うんで、肩痛で悩んでますけど、そこで神指さんに来て復活させてもらいただこうかなと。あ、もうぜひ。本当にインスタライブをたまたま見に行って絡んで、肩が痛いからって言ってこの日どうですか。そうですそうです。なかなかすごい縁でしょうね。すごいです、本当です本当です。中島さんといえばやっぱりクリスマス会のトナカイのイメージがすごい強いんでしょ正直すいません、過去の映像多分載せますけどすごいインパクトがあったんで。ありましたね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。第一前提なんですけど、肩痛、肘痛って、もちろん肩のその筋肉の炎症、固まって動きに制限が出て動かなくなって投げるときに痛みが生じるっていうのがあるんですね、そこの筋肉を柔らかくして正常の硬さに戻して、あとは投げ方ですね、投げ方さえ改善できれば肩痛、肘痛は軽減されます、ね、ちょっとこう前側がちょっと痛いっていうふうに言ってたんで、ただどうしても僕の中でこうこっちにこう開くというか、そうですね、しっかり体が回ってきて投げる、体が回って前で離せるじゃなくて、後ろでトップが離れて開いて無理やり投げるんで負担がきて痛くなるっていうのがあるんで、もちろんこの後施術をして、で施術終わった後にちょっとこうシャドウをしてもらって、投げ方の改善というかのをやってもらおうかなと思っています。はい、プロ野球選手もこれぐらいやっぱ暑いですよね。いや、そうですねどうですか。もう痛いっすね。前が後ろっすね。そうですね、こっち側。これどうですか。ここれはまだ大丈夫です。まだ大丈夫ですか。もうちょっと行くと、なんて三角筋っていうんですか。そっちの前の方のちょっと下の辺ですか。この辺に来ますね。ああ、なるほどなるほど。これを押すとどうですか。これはなんかこの辺か。ああ、なんかどうなんだ。はい、やっていきましょうか。お願いします。真野さんに言われてるんで、もう準備はできてます。もしあまり痛すぎたら言ってください。わかりました。じゃあ早速やっていきます。お願いします。その辺きますね。ここら辺硬いですね。はい。やばいっす。こういう感じで。なるほどなるほど。やっていくんで、まあ今はちょっと慣らしな感じで。はい。あ、慣らしだったんですね。はい。慣らしだった。準備運動で。ここら辺硬いですね。やばいですね、もう。上に来るにつれ、もう痛みがぐわーっと増してきますね。でも肩甲骨周りが固まってる感じですかね。あ、痛い。ここら辺ですね。やばい、すごい。やばいですね、厚みが。厚いですよね、すいません。いえ、大丈夫です、大丈夫です。ここにコロナになりだしてから、はい、ですね、20年ぐらいから、はい、ちょっとずつ厚みが増えだして。僕の医者はこんなに太いイメージじゃなかったんですよね。はい、意外と元々太かったんですよね。あ、そうなんですか。さらに増したって感じですね。ああ、なるほどなるほど。結構気痩せしてたんで。ああ、そういうことですね。はい。ちょっと痛いですよの時から少し来てましたけどね。もうちょい行きますよ。はい。痛いですね。これはちょっと痛いところですね。あとはまあやっぱりこうケア不足というか、まあ、ケアはされてると思うんですけど、こうピンポイントというか、今ピンポイントに出てる感じなんで、セルフケアじゃなかなか届かないところ。そうですよね。そこはちょっと自分では押せないですね。そこもめっちゃ痛い。三頭筋のちょっと硬いですね。なんかピッチングすると両手パンパンになりません？なったりしません？僕すごいあって手がもうパンパンで、なんかグーがこうちょっとできないぐらいになっちゃうんですよ。手が悪いのかなと思ってこう脇のところこうほぐしたりはしますけど、激痛なんですよ。何もしなくてもたまにこう急に脇痛くなる時があるんですよ。ほぐしたりするんですけど、本当投げるとパンパン、マッサージされてもパンパン。投げてもパンパンになります。手が。痩せるとまた変わりますね。やっぱりそうですね。はい、意外と首痛の人とかが痩せたり、ダイエットして痩せると首痛がなくなりましたって人が結構いるんで、普通に。あ、マジですか。はい、痩せます。硬いですね。硬いですよね。ここ痛くてセルフケアしなかったです。なるほど。どこ触っても痛かったんで、この辺。やっぱり。あ、やっぱ。うん、最高。お前そんな近くいますね。ごい奥まで来る。やばい。めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。嘘。やばいっす。そんな入ってます？めっちゃ入ってる。野球人口減ってますけど。あ、そうマジですか？結構減ってますよ。野球人口の減少が今問題を。意外だ。 WBC とかで、まあ WBC 今年だけど、うん、あーやばい。いや気持ちいい、気持ちいい、うん、気持ちいいよ。気持ちいい。基本スリークなんで。引っかかりないですね。今のとこないです。今のとこないです。ボール持ったらどうなのかちょっとあれですけど。逆にちょっと、まあ、タオル持ってベッドに思いっきりバーンと思いっきりちょっと振ってみてもらっていいですか？今どうですか？全然大丈夫です。今大丈夫ですよ。はい。この大丈夫。そのんだけ強く振っても大丈夫なのに、ボール持って普通に投げたらなんでいきたいかっていうと、やっぱ使い方なんですよ。ここから離れちゃってるんですよ。ああ、確かにそうです。それ今のベッドの叩きつけってトップからもうここに叩くだけなんで、ここから離れないです絶対。はい。ここからバーンと叩けてるんで。そうですね。使い方としては痛みっていうか、まあ負担がかからないような使い方。それをその感じを、まあ、普通にボール投げる時にやると負担がきにくいですね。あれです、僕、はい、映像見てて思うんですけど、僕投げる時に普通に軽くこう投げるとすると、ここ手がここにいなくて、はい、こう投げてるんですよね。軽く投げる時にこれ直したくて、これ本当はこうしたいんですけど、投げる時にどうどこういうフォームで投げちゃってるのが多分原因じゃないかなと思うんですけど、矯正法、まあ、実際もちろん理想としてはここに、耳の横にこうあって、ここから離れずに体が回ってきて腕が振るっていうのが、はい、まあ、理想は理想なんですけど、はい、ちっちゃくちっちゃく使うと逆に離れちゃうんですよ。僕ちょっとこうテイクバック大きめに使って、ここからこう体がいかずに。こうしっかり畳んでこれると使い方的には問題はないです。ここを作ったここから、まあ、足バットつけたやつついて、はい、ここから肩手動でこう出るとダメなんですよ。しっかり下半身からぐっと連動で回ってきて回ってきて回ってきてバン回るんです。これがあるけど、ここからこう出るとダメなんですよ。やばいですね。でしっかり下半身で連動してきて、腹斜筋とか回ってきて投げるんだったら、これもバッチリです。肩肘に負担はきにくい。なるほど。じゃあ下っすよね、やっぱ大事なの。一番下っすね。ですよね。わかりましたって感じですね。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございます。今回はですね、ボディケアスタジオ神指さんに来て、来していただきまして、慶次郎さんに実装していただきました。はい。2年目ということで、師匠たちと、はい、もう一緒にこうやられてるので、はい、技術も知識も素晴らしくて、僕の多分今後、また見ていただければ、はい、ぜひともお願いしたいので、はい、はい。今後ともよろしくお願いします。はい。お願いします。はい、お願いします。予約に関してはホームページからもちろんいいんですけど、インスタグラムの DM とかでも全然、はい、お店のインスタグラムでもいいし、僕のインスタグラムでも大丈夫なので、もし気になって受けたいなって方がいたらよろしくお願いします。お願いします。ぜひとも来ていただきたい、はい、そういった場所になってますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。というわけで本日動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは私はチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではおいしょー。翔平 TV2022 年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。